海外の企業のお客様とのやり取りがすごかったので、いくつか紹介していこうと思います。I love how they put a tiny girl to make it look bigger than it is. 小さな女の子を添えて大きく見せてやがるぜ。このポケモンのクッションのことですね。I hope that doesn't hit too close to home. ちゃんと人のこと言える身分なんだろうな。サイズについてイチャモンつける人は大抵自分の一物にコンプレックスを抱いている人ですからね。お前は大きく見せるために体の小さい女性を彼女にしていないだろうなということですね。Your time is wasted managing a social media account. お前はソーシャルメディアアカウントを管理するだけ時間の無駄。Buddy, it's Saturday night and you're talking to a marshmallow sandwich on the internet. なあ、土曜の夜にネットでマシュマロサンドと話してるのはお前だぞ。時間の無駄かもしれませんが、こんな奴に言われる筋合いはないですね。Need a new BO3 squad. No one plays anymore. BO3 の新しいスクワッドに入りたい。もう誰もプレイしていない。Did you find a new squad? 新しいスクワッドは見つかった ?Did you find a way to make Xbox decent yet? Xbox をまともにする方法は見つかった ?Now we see no one plays with you. 誰もあなたと遊ばない理由が分かったよ。気を使われているのに噛みつくとはどういう神経してるんでしょうかね ?Wendy's needs to get rid of the square burger. It looks a little too artificial. Wendy's は四角いハンバーガーを廃止すべき。ちょっと人工的すぎる。Unlike the supernatural circle shape that hamburgers come in when you pick them off the vine. ハンバーガーが鶴から摘み取られる時のあの超自然的な丸い形とは違ってか?皮肉りますね。まあ自然界では四角より丸の方が多いですから一理あるんですけど、ハンバーガーという機械で形を整えられるものに自然的要素を求めるのはお門違いだと思いますよ。Got your hands on the Galaxy S8? Show us the first photo you took. Galaxy S8 を手に入れましたか?最初に撮った写真を見せてください。It was a dick pic. 一物の写真だけど。顕微鏡の絵文字。写真を求められているのに文字だけで返信したら、顕微鏡を取り出されても文句言えないですよね。もしかしたらミクロサイズの一物の写真が添付されているのかもと思うのは当然ですもん。Prefer Domino's thanks. They don't take a week to deliver a tweet. ドミノの方がいいね。ツイートを出すのに1週間もかからないから。Bit rich coming from a club that hasn't delivered since 1992. 1990年以来一度も結果を出してないクラブがよく言うよ。イギリスのサッカークラブがピザハットのツイートの返信速度の遅さに文句言ってるわけですが、20年間優勝してない奴が何言ってやがるんだって話ですね。It's go time. You want the roast? Then let's go. さあ出番だ。からかわれたい?かかってこいや。What you got? なんかある? Uniforms are employees can wear in the winter. 社員が冬でも着られるユニフォームがあるよ。欧米圏のネットではロースト、からかいという文化があるんですよ。よく掲示板に自撮り写真を上げて Roast Me と言ってるスレッドを見かけます。この場合は逆でファストフード店の Wendy's がローストしてあげるよと言っていて、レストランのフーターズがそれに乗ったら経営戦術をからかわれたということですね。いつもお客様にヘコヘコしてる日本の企業と違って、企業としての経営へのプライドが見られますね。その方が健全でいいですよね。ということで今回は以上です。それではまた。